はい、どうも皆さんこんにちは、光栄でございます。いやー、ということでついにこの日がやってきました。なんだろう、あの緊張、なんだろう、ここまであの心臓がドキドキしたこと、ライブの当落においてここまで心臓がねドキドキしたことはもう本当にないんですけれども、もうかなり久々なんですけど、この感覚が、本日はですね、12月の9日木曜日ということでですね、まあね、ただの平日のね、木曜日の、まあ、夕方ね、今6時前でございますけども、本日ね、まあ、一体何があるかと言いますとですね、そうです、ラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ、まあ、年越しライブですね、年越し合同フェスね、アクア虹ヶ崎リエラのですね、合同年越しフェス、こちらのですね、二次選考抽選ね、オールナイトニッポンのスプリットシングルだったかな、こちらに封入されてるね、シリアルを用いた二次選考抽選が、まあ、行われているということでですね、まあ、こちらの結果発表ね、本日、まあ、今6時になりましたけども、6時のですね、当落発表の方、こちらをですね見ていきたいと思います。はい、ね、いや本当にね、まあ、僕前回もね、あの最速選考抽選申し込んだって動画出したんですけども、まあ、見事にね、外れてしまいまして、いや本当に今回が、まあ、もう前回の反省っていうほどでも、まあ、もちろん運なんでね、反省っていうほどでもないんだけども、まあ、やっぱりね、前回のが相当ちょっと来てたので、自分の中にもう今回こそはもう頑張って、もう絶対取りに行くぞというね、もう気持ちでね、もう今回は応募もしましたので、で応募もして、本当にね、それこそあの皆さんにね、ありがたいことに、まあ、シリアルもね、一部、まあ、視聴者さんもそうですし、まあ、僕のね、あのお知り合いの皆さんとかからも一部ね、いただいたりとかもして、本当にね、皆さんの思いもね背負った今回のね、二次選考抽選なのでね、本当に今回こそはご縁があってほしいともう常々思っておりますけれども、もう非常にね緊張します。はい、まあ、やっぱり行きたいじゃないですか。うん、なんだろう、前回外れてしまったことを受けてより行きたいなというふうに思えてきて、みんなでね年を越したいですよ。本当に最高のね2021年の締めくくり、そして最高の2022年の幕開けをみんなと共に過ごしたい、本当にその思いだけでございます。と同時にね、今回あの同じくチケットピアでね、アクアの、追加ライブね、エクストララブライブ、まあ同じくねピアアリーナで行われますアクアの単独ライブですね、こちらの一般抽選も行われているということで、まあこちらもですね、僕申し込んだので、まあこちらの結果はまあツイッターとかでね、まあおいおいお伝えすると思いますので、今回はとりあえずカウントダウンライブのね、トラック結果の方を、見ていきたいと思います。ということで、ではですね、前置きはこの辺にしておきまして、当落結果の方、見ていきたいと思います。どうか本当にご縁があってほしい、うん、ご縁があってほしいって本当に思うばかりでございますけれども、当落結果、見ていきたいと思います。結果の方を見ていきます。いきましょう、いきます、お願いします。ちょっと見間違いじゃないよね一発目に出てた、え、嘘、当選が決定しましたありがとうございますということで、ちょっとごめんなさい、もういきなりなんかね騒いだ感じになっちゃって、本当に動画としてはなんか変な感じになっちゃって申し訳ないんですけども、今回ですね、カウントダウンライブ、ライブウィズアスマイル当選のご案内ということでご用意されました。ありがとうございます。本当に。もう、感謝でしかない。皆さんに。まあ、先ほども言いましたけども、まあ、今回ね、まあ、前回のライブウィザースマイルのシリアルで、まあ、外してしまったわけなんですけども、ね、そのことを受けてね、シリアルよかったらどうぞ、まあ、自分は最速選考あって当たりましたのでどうぞ、みたいな感じで、本当に恵んでね、くださった視聴者の皆様、そしてね、その他に、まあ、僕の知り合いの方からもね、シリアル何枚かいただいたんですけども、本当にその皆さんには心から感謝申し上げます。もう本当にありがとうございます。
皆さんのおかげでね、このチケットがご用意されたって言っても過言じゃないっていうか、実際そうなので、当たったからにはね、いやもう当選のご案内って出たからには、ご用意されたからには、皆さんの思いを込めてね、皆さんの思いも込めて楽しんでいきたいなと。まああとね、このライブ、まあ深夜ライブなので18歳未満はまあ参加できないんですけども、まあ参加できないね多くの皆さんもいるということなので、その皆さんの思いも込めてね、最高の年越し、うん、リエラ、虹ヶ崎、アクアと共にね、そしてみんな会場に参加しに来てるみんなと共にね、最高の1年を締めくくって、そしてね最高の2022年のね幕開けを見届けたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。はい、ということで今回はですね、ラブライブシリーズプレゼンツカウントダウンラブライブ2021-2022 ライブウィズアスマイル、こちらですね、トラック結果、二次選考抽選のですねトラック結果を見ていきました。本当に皆様ありがとうございました。当たったからには全力で楽しんでくることを約束します。もしですねこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、高評価でしたとチャンネル登録もよろしくお願いします。本当に本当に皆さんありがとうございました。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。以上、浩平でございました。ありがとうございました。